ありがとうございます。俺何も買ってないんですけど、いきなりこう立ちからの段ボールが送られてきまして、マムシさんから連絡が来まして、ジュンジュンさん宛てにちょっとプレゼントを送ったのでと。はい、ま、中身まだ分かんないんですけど、普通に立ちからといえばボールでしょう。マムシさんありがとうございます。まあ、マムシさんは昔からこっちは知ってるんですよ。 こっちはね一方的にサムシティとかそれこそね 7,8 年前とか結構見に行ってたんで、その時とかからもう MC されてたんで、存在こっちは一方的に知ったんですよ。最近 2K でね、お仕事一緒になって、すごい優しくしてくれる、優しくしてくれる MC、 優しくしてくれる系。こんなわざわざね送ってくれて本当ありがとうございます。まあ絶対ボールだろうけど、ほらボールだ。ん、あ、花見ちゃんのボールですねこれ。やった。え、マジでピックアッププレイグラウンド。マムシさんから手紙も入ってる。読みます。ジュンジュンくんへ、おっぱい MC マムシより。おっぱい、ちょっと開けてみます。俺マジでボール買おうと思ってたんですよ。なんか立ちからあのホワイトハンズだっけ、白のイメージあったけど黒もいいね。花見ちゃんわかるかな、これ。こうすごいよね。包丁もやりたいわ。あ、ちゃんと名前書くところもあるんだ。これジュンジュンって入れようかな。ありがとうございます、マムシさん。これ使って装着やろ。こういうのって結構さ、もったいなくて飾るって人とかいると思うんだけど、もう俺は普通に使いますよ。いや、むしろマムシさんも使ってほしいと思うし。あとは、あ、こういうのもあったんだ。ボールだけかと思ったけど。あ、はいはいはい。これですね。ボール入れるケースですね。まあ、ボール入れじゃなくても使えるけどね。いいじゃん、いいじゃん。あ、こうやってね。あ、ただ花見ちゃん、ほら。このちょっと出てるのがまたおしゃれだよな。これはなんだ？え？これなんだ？いい感じのゴムだけど。リストバンド？いや、にしては太いな。これなんだ？これ多分はめるのかな？はめるってそういう意味じゃないんで。え、これなんだろう。あ、え、そういうこと？違うかな。そういうことかもしれない。こういうこと？違うかな。って飾れってこと、これ。これ飾れってことなのかな。どっちだろう。いやでも絶対使ってほしいはず、マムシさんは。多分ボールを置くやつ。でもちょっとわかんないこれ。ちょっと調べてみよう。ってことでマムシさん。すごいなんか。マムシさんありがとうございます本当に。はい。使うのもったいない気がするけど。ビデオレターみたいになっちゃってるけど、あとマムシさんプレステのね、マムシさんも 2K ちょっとやられてるんで、プレステでねフレンドになろうと思ったんですけど、まだ一向に ID が送られてこないんで、はい、待ってます私は。はい、ずっと、はい、LINE ください。まあいつでもいいんで、はい。ということでマムシさんありがとうございました。これ次の早朝で使いたいと思います。よかった、マムシさんも早朝呼ぶか、朝来てくれっかな。絶対あの人朝寝てるだろう。